皆さん、こんにちは。非常識な教室集客コンサルタント、高橋貴子です。本日のテーマは、売上を上げるためにいくつも講座を作る先生が、なぜ集客がうまくいかないのか、3つの理由を検証するということについてお伝えしたいと思います。集客がうまくいかないっていう場合はですね、いろいろな要因が絡まっている場合があります。で、最近ですね、私がそういった方のお話を聞いている時に、何パターンかパターンに分かれるんですけれども、要因としてこの3つ、これからお話しする3つがですね、割と大きな要因かもしれないってちょっと思っていたりします。いろいろあるんですけれども、その特にいくつも講座を作って、その少しずつをこう集めて売り上げを立てようっていうふうに考えている先生の場合という、お話に特化して、ちょっとこれからお話をポイントしていきたいと思います。まずですね、いくつも講座を作る先生の特徴っていうのがですね、要はその、一つの講座で満席にならないっていうか、集めるのが不安とかだったりとか、そういう要因があるからいくつも作ることになるんですけれども、必ずしも満席にならないから作ってるわけじゃないんですよね。共通して言えるところがですね、割と飽きっぽいっていうタイプの方もこの傾向が多いです。飽きっぽい方は一つのことを集中してバーッとできないので、食い散らかしのような感じですね。つまんで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 みたいな感じでやる方が多いなという印象があります。だから多分一つのことをやり続けられないというか、飽きっぽいタイプ、目移りする、例えば世の中でこういう情報があって、なんかこれがどうやら集客的にいいらしいよとか言うと、そっちをちょっとやってみるとか、また違うところで、こういう手法をやるとなんか生徒さんが集まったらしいとかね、そういう情報、またね、これがですね、そういう情報どこからか知らないんですけど、よく手に入れてくるタイプの人いますね。私の感覚からするとですね、例えば1個の何かうまくいかせよう、集客バッチリっていうわけじゃないですけど、しっかりしたコンセプトのものをちゃんと作るとですね、そんなにいっぱい情報を仕入れて加工して作るっていうほど、できるほど時間が多分ないはずなんですよね。だけれども、何かいいなっていうと取り入れる、何かいいなっていうと取り入れるっていうことを繰り返すタイプの方っていうのは、基本飽きっぽいんだなっていう感覚があります。で、飽きっぽいっていうのが必ずしも別に悪いことではないんですよ。別に私自身を自分で擁護するわけじゃないんですけれども、私自身も飽きっぽいか飽きっぽくないかって言ったら、多分どちらかっていうと飽きっぽい方なはずです。例えばアルバイトでですね、昔ピッキング作業っていうアルバイトとかあったんですよ。要は工場みたいな部品をですね、半導体みたいなやつなんですけど、すごいこう白いマスクっていうかですね、防護服みたいなのを着てですね、無菌クリーンルームみたいなところでこうシュッて、こういうペン先みたいなのでスポッてそれを取ってこっちにポッて入れるみたいな、そういう地味な、アルバイトをしてたことがあったんですね。友達に誘われて1週間で辞めましたけれども、でそれはその単調な作業がとても私は嫌いなので、変化がある作業だから、人間を扱うサービス業とかですね、そういうのはすごい得意なんですけど、工場とかで右から左とか同じことをこう繰り返してやるっていうのはすごいできないタイプだから、自分は飽きっぽいんだろうというふうには思っているはいるんですが、このタイプの飽きっぽさと、また授業での飽きっぽさっていうのはちょっと話はね、また違うんですけれども、同じことはやったりとかもするし、他のものとかも取り入れるんですけれども、私の場合、その売り上げを上げるためにいくつも講座を持って中途半端に食い散らかしているタイプの先生と何が違うかっていうと、試すために同時にやるっていうのはやります、4つぐらい。でその中の、テストマーケティングっていうんですけど、その中でこれ芽が出そうみたいなのを
ガーッと力を入れるためのこうさらっとやるために同時にこうポンポンポンってやることはあるんですけどね、それは自分の中でも試すんだって分かっているので、まあ、期間限定で、内容もここまでっていう条件を一緒にしたりとかして、ケースを試しながらやるっていうことはあったりするので、これね秋っぽいのとまたちょっと種類が違うんですね。一緒にこう同時にはやるんですよ。でも同時にやるっていうことはそれだけ力がかかりますので、4つやったら例えば皆さんが1個やるような時に4倍の手間かけてやったりとかをしているのを同時期にやるみたいな感じになるので、深く早くっていうスキルが必要になってくるので、まあ、自分のスキルアップをしないと難しいっていう場合もあったりしますね。なのでそういうテストマーケティング、テストケースをやっていけるっていう場合は別として、そうじゃない場合にはですね、秋っぽいような状態で、あれこれいいかもしれない、あちょっとこれ飽きちゃったから次こっちをやってみよう、あじゃあこっちをやってみようっていうことを繰り返す方っていうのはやはり事業がうまくいきにくいというところはありますね。はい、ですのでまず集客がうまくいかない要因として一つ言えるのが秋っぽいっていう、これがまず1個目ですね。はい、で2個目はですね、そういうたくさんの講座をね作るっていう部分で、リサーチ不足ですね。時流の読み間違いとかリサーチ不足っていうケースもあります。で時流の読み間違いっていうのが、勘がいい人とかであればそんなに時流って読み間違えないんですけれども、もともと教室の先生ってそんなにビジネスバタで生きてきて教室の先生になった方っていうのは割と少ないはずなんですよ。そうするとマーケティングリサーチっていうような観点からすると、きちんと調べてっていうよりは、勢いと勘みたいなのでこうやってしまうタイプの方が多いので、そうすると自分はそれいけると思っていても世の中的に例えば本当はもう終わってるようなところに手を出しちゃうとか、あとは今からそれ参入するのすごくタイミング悪いよねっていうようなものに参入してしまうケースがあったりとかですね、これは少し引いた目で見ないといけない部分があまり見えないで、リサーチ不足でゴーしちゃうっていう、ある意味行動しない人よりは全然いいんですけれども、それが元にこうバラバラしたこう中途半端な講座がいっぱいできちゃうとかっていうような場合には、結局核になる部分がないと、集客ができない形になるので、リサーチ不足っていう方も多いですね。で私は割ともともと会社員だった時もですね、ベンチャー企業とかあとは新規事業部とかに自分が分かってて行っているケースと、あと会社から言われて、その事業部っていうか新しくできる部署のマネジメントリーダーになってっていうことを言われたりするので、おそらく会社も資質として、こいつは新しいことを任しておけば何かするだろうみたいな期待値はあったから、多分そういう部門の仕事を任されてたと思うんですけれども、新しいものを生み出してそれを軌道に乗せるっていうのが得意なタイプの人と、誰かがそれを作ったものをこう正しく直しながら正確にさらに売り上げを上げていくために伸ばすっていう、その2番手みたいなのが得意な人っていうのがいるんですけれども、新しい講座をいくつも作るっていうのはですね、本来はそのプロンティア的な気質と、当たる感ですね、商売として当たる感、要はお金儲けができそうかできなさそうかっていう感がいいタイプの人がやるんなら大丈夫なんですけど、大概そうじゃないケースが多いですね。だからそうすると結局うまくいかない、集客が本当はうまくいきそうもないような講座を作っちゃうっていうタイプが多いと、ことが多いと、そういうタイプの先生は当然全部集客がうまくいかないっていうことですね。はい、これも2つ目の特徴です。3つ目はですね、それを仮にじゃあ作ったとしてもですね、タイミングとしてどこまでやったらそれを良しとして頑張るのか撤退するのかっていう、このタイミングの見極めが難しいので、タイミングを見極めるためには何が必要かっていうと、やりきるかやりきらないかっていう、ここが結構重要なポイントになってくるんですよね。
いくつも講座を作って集客ができないタイプの先生はやりきらないタイプが多いです。やりきらないっていうのは、どういうことかっていうと、ある程度の時期に集中的にそれを本当に本腰を入れてやるかやらないかっていうものをこう時間と力をかけてガッとやらないと、それが芽が出る講座なのか芽が出ない講座なのかの判断ができないんですよね。これは私のクライアントさんでもたまにいるタイプの方ですね。新しいものをこう一緒に、例えばこういうふうにしようって作りました。でそれが市場に本当に反応するのかどうなのかっていうのが、例えば他の講座と同様にですね、例えばそうだな、ブログとかをそんなに書いてなかったタイプの人がいたとします。1ヶ月に4つとか5つぐらいしか書かない、要は1週間に1度しか書かない人がですね、新しい講座作りました、同じように1ヶ月に、4回とか5回とかっていうと、比較がしようがなくてですね、それがいいと思って作ってるわけなので、ある程度の短い期間で本当にいけそうかいけなさそうかっていうのを拡散とか認知告知をちょっと増やした状態でですね、当たりをつけたいんですよね。だからモニターとかいうのも使っても構わないし、やってくれそうな人とかを見つけに行くっていう作業は、通常のルーティンの作業よりも負荷がかかるんですね。でそれをやりきらないでダラダラやっていて、でまたなんか思いついちゃう、次の講座とか思いついちゃう、でまたちょっと触ってみて、でまたガーッと集中的にそれを撤退するか続けるかっていうのを判断もできないような状態で、またダラダラとやって次またやる。だから結果としてそれが本当は芽が出るのもね、入ってるかもしれないんですけど、ある程度集中的に力かけないと伸ばすか伸ばさないかの判断ができないんですよね。だからいくつも講座作ってる集客がうまくいかない先生っていうのはやりきってないから、そしていっぱい増えちゃってる。いっぱい増えるっていうのはものすごい効率悪いんですよね。全てのものが全部収益立つやつを5個持ってるのと話が違うので、全部中途半端に集客できない講座いっぱい持ってるじゃないですか。そうすると時間は取られるし、収益も上がらない、売上も上がらないし、でそれぞれの、ある程度あまりリサーチしないで、例えば思いつきで作っちゃった講座がボンポコボンポコあったとしたらですね、結果として疲れるだけでお金は入らないという状況を作りますので、これは割と私がもう初期の頃からですね、もう数年前から教室の先生の悩みとかを聞いてる時に、講座数が多い方が非常に多いですね。ここ難しいんですけど、ある程度の時期でそこに生徒さんが1人とか2人いたとしてもですね、集中するべき、人気になりそうな儲かる講座ですね、そこに集中する時間を作るためにある程度閉鎖と撤退ですね、これしていかないといつまでたっても状況はループのままぐる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 集客できないです、できないですがずっと続きますね。で私にご相談いただいて、ここが芽が出そうかな、これちょっと伸ばそうかなって思ってご提案するんですけれどもね、そういう方に限って、いやそれはでもこういう人たちがこういるからそれはできません、切れませんとか言うんですね。じゃあいいですって、そこは残しておいて、じゃあこっちだったらどうですかって、いやそれもできないですって言うとね、結局変わらないと状況は変わらないので、ある程度どうしようっていう部分では決断が必要になる場合もあるんですね。ただ私がですね、例えば新しいことをやってもらったにしても、判断する基準っていうのはある程度深さとスピードと持って、あとお客様の声ですね、これを聞きながら進んでってもらうっていうのをしないとですね、そもそもそれを撤退しようかどうかっていうのすら判断に狂っちゃうんですよね。だからやってないから、その先生がやってないからブレイクしないのか、やったけどブレイクしないのかって、これ大きな違いがあるので、動いてくださってないとですね、その判断基準がそもそも土俵に乗らない状態なので、乗らないと結局なんかそこにズルズルあるっていう状態を作ってしまうことになるので、
このどちらかっていうと、まあ秋っぽい1番2番リサーチ不足時流の読み間違いよりも、この3番のやりきらないっていう、これの方がですね判断困りますね。もしかしてだってものすごくいいアイデアである可能性もあるんですもん、ここ難しいなと思います。あとはスピードが遅い場合にはですね、違う先生、例えば私が何かを提案したとして、それから仮にいいアイディアだったとしてもですね、本人のところで温めすぎる時間が長すぎちゃうと、まあ同じようなことを当然考える人っていうのはいたりしますからね。違う教室でそのコンセプトそっくりそのままされちゃったっていうと、またゼロから考え直しになるので、そうすると時間の無駄ですよね。頭も使ったアイディアの無駄っていうのもありますけれどもね。だから何か新しいことをですねやろうと思った時には、まずもう当然リサーチもやらないといけないし、ある一定の期間ここまでに成果をどう出すっていうのを数値化してですね、でその数値目標に達しなかったらそれを潔くやめるのか続けるのかっていうのを判断しながらやっていかないと、膨大に講座が膨れていく傾向があります。だからもしかしたらこれからお話しする話はちょっと耳の痛い先生も多いかもしれないんですけれども、本来はですねパン、お菓子、お料理、しかもお料理も世界のお料理ですね、日本料理、イタリア料理、フランス料理とか多国籍料理をなんか全部をこう講座として持ってて教えてる先生っていうのはプロフェッショナルにやっぱり見えないですよね。習おうとする側からすると何でもできることがすごいですよねっていうのをもしや言ってるのかもしれないですけれども、習う側からしたら自分がフランス料理習いたかったらやっぱりフレンチだけをすごくやってる先生から習いたいとかっていうのがあるじゃないですか。だからその全部の領域がすごい状態を作るっていうのももちろんあれですよ、その技術だけじゃないのでフレンチの中でもこういうフレンチとか、でも私はお料理の先生としてフレンチのそれはやるけれども、同時にパンもフランスに行った時に造形深く学んできてるから、だからパンも教えてますみたいな、まあ、そういうくらいだったらいいですけれどもね。見せ方の問題も非常に大きいかなとは思うんですが、講座が多すぎる場合にはですね、とにかく無駄が多いですね。はい、時間がないっていう人が多いですね。ですから売上を上げたいと思うと、やっぱり伸びる事業に力と時間とお金、まあ、広告的なものもそうなんですけど、リソースを割いた方がいいので、植木とかもね、こう綺麗な形作っていくときに枝の剪定とかね、いい場所で切っていかないといけないじゃないですか。で伸ばしていくっていうのをしないといけないし、間引くっていうことも当然しないといけないので、それは授業も全く一緒で、私自身のパン教室とかも集客の度合い、あとリサーチ、世の中の事情、あとお客様の声ですね、だいたいこれを聞きながら6ヶ月コースなんで、半期に一度さてこのコースどうしようかなっていうことで入れ替えるかっていうと、1個そのコース潰して新しいコース作るとか、まだこれは人気でまだ持ちそうとかいうのはそのまま置いておくとかっていう、講座のリニューアルとか見直しとかっていうのもよくやってました。で今それはコンサル業になってもメインの講座は変えてないんですけどもね、月額会員の方とリビング企業アカデミーっていうのはメインの講座は変えてないですけど、中身とかはやっぱり改変してってますね。皆さんの声とか聞きながら、あと私自身がターゲット層を変えながら、今やっていってるので、その領域においては当然教える講座の内容とグレードが変わってきてしまうので、そんなのも内部いじりながら調整していってます。ですので今日の本題まとめるとですね、売上を上げるためにいくつも講座を作る先生が集客がうまくいかないっていう3つの理由は、秋っぽい、あとリサーチ不足、あとやりきらないっていう、この3つが一番多いので、まずいっぱい作る前にですね、1個うまくいかせる、そしてその1個の成功事例をもとに2個目を作るとかっていう、この癖を多分つけた方が、より早く結果としていっぱい講座ができちゃってもですよ、
当たる確率が高い口座をいっぱい持ってて、どれも収益が出るのを持ってる人と、どれも当たんないけどよく分かんないけどっていう口座を持ってる人では全然ニュアンスが変わってきてしまうので、そのあたり整理が必要だなと感じた方は、この機会にぜひご自身の事業を考えてみていただければいいかなというふうに思いますので、ご参考にしてください。それでは。